スタートしました拍手側関心競馬場まずは位置取り争い内枠2頭の前後関係内から1番ユニコーンライオンやや馬体を離して2番のレイパパレ川田優雅は引くことを促してまずはユニコーンライオンを生かせました一馬身後ろに2番のレイパパレです3番手7番のクロノジェネシスがいる外から13番奇跡が近づいてきた あとは10番カレン・ブーケドール、このうちに4番ワイプティアーズ、9番アリストテレスが続いていって、その後6番のシロニー外で並ぶのは11番のモズベッドです、2コーナーにかかります。まずは1番のユニコーンンライオン 1>, 1馬身ほどのリードを取って先頭2番手、2番のレイパパレ3番手、外に13番の奇跡今日は正攻法3番手、外です4番手、インコース4番のワイプティアーズ並んで7番、クロノジェリス先頭までは3馬身レイパパレまで2馬身10番のカレンブーケドールが直後にいて6番のシロニーそして9番のアリストテレスです 1000m は60秒フラットで行きましたアリストテレスがいてカレンブーケドールがその前その1 1> 1バシン後ろに11番のモズベッロあとは34馬身開いて3番メロディーレーン5番のアドマイヤールバ12番ミス・ママミーヤ最後方から8番のカデナ3コーナー回っていきます1番のユニコーン・ライオンがペースを刻んでリードは1馬身800を切りました2番手2番のレイ・パパレ3番手は3頭で外から13番のキセキこのインコースから7番クロノジェネシス4番ワイプティアーズ外に10番カレン・ブーケドール11番モズベッロ4コーナーへと向かっていきます 1>, 1番ユニコーンライオンリードが4分の3馬身体半分レイパパレが並びかけにいったその外から13番の奇跡第4コーナーカーブ直線コースに向かいましたユニコーンライオンわずかに先頭を馬体を合わせて2番のレイパパレリードを取るか組ほど前に出たうち1番ユニコーンライオンが抵抗する2馬身後ろから7番クロージェネスが前の2頭を狙っている並びかけた 変わった7番クロノジェリス戦頭、ユニコーン・ライオン差し返す、レイ・ババレ3番手だ、クロノジェリス、これが女帝の意地だ、ゴールイン、2着ユニコーン・ライオン、3着レイ・ババレ、時計は2分10秒9、7番クロノジェリス、クリストフ・ルメールです。